LTO LTR200HS アーーーカイブレコーダー L をご紹介しますこちらの LTR200HS はこういった VTR が再生するベースバンドの映像信号を受けて収録時にファイルへのエンコードを行うとともに合わせてアーカイブには必須となるプロキシやサムネイルといった関連データの自動生成も行えます。 エンコードした本編ファイルとともにプロキシサムネイルはすべてこちらの LTO のテープへアーカイブされていきます。今回この 200HS から追加された新たな機能といたしまして DNXH でのコーデックに対応いたしました。こちらのコーデックは最大220メガビットレートを対応することで こういったエッジデイカムの持つ最高品質の映像を損なうことなく LTO のテープへアーカイブすることが可能になりましたまた従来の LTR-100、120シリーズ同様にソニーの MPEG-2 h で、あるいはパナソニックの AVC HD のコーデックも標準で対応しております様々な局面でご視聴いただけるレコーダーとなっております LTO コピーコントローラーオプションをご紹介します従来こちらの LTR、LTS ともにキャッシュでの LTO テープコピーは対応しておりました今回追加されたこちらのコピーコントローラーオプションを使用することで LTR から LTS といった機械間のダイレクトのコピーを行って LTO テープの制服を作る作業を対応することができます こちらのコピーは従来のキャッシュコピーに比べても非常にスムーズでコピーにお時間を取らせません。今回追加されたこういったオプションをご検討いただくことで、大事なコンテンツを保管した LTO テープの制服保管を採用、ご検討いただいたはいかがでしょうか。